どうも皆さん、今期今日もアニメレビューの時間だよ。いやいや、挨拶の前に今の映像なんなん。OP 映像作ってみたよ。急に、長い間チャンネルやってきて、急に OP 映像作ったんか。ほら、みなみちゃんの名前とかよく聞かれるし、私の名前も読めないでおなじみだから、OP で名前紹介くらいはしとこうかなって。私は大阪部みなみやで、りゅうさんはりゅうききや。改めてよろしくお願いします。りゅうさんの気まぐれ発動した結果 OP 生まれたんやな。ちなみに、アイキャッチも作ったからお楽しみに。気まぐれ。そんなわけで、今日のレビューはこちら、失格門の最強賢者だよ。はい、なろうですね。うん、この作品は、みんながちょっと飽き始めてる、小説家になろう原作のアニメ作品だよ。私だけかもしれへんけど、なんというか、無色転生見たせいもあって、余計に、この手のなろう作品に飽き始めちゃった感あるわ。この手の作品は、中国人気が謎にあったんだけど、最近は中国でも、あれ、同じ展開じゃね？見たことあるんだが、みたいなコメントが増えてきてるみたいだね。私たち日本人が、インフィニット・ストラトスの後の、ラノベアニメで味わった感覚と一緒やな。この作品、全体で、異様にテンポが速いんだ。リュウさんは、1話のレビューはしとったよな。ファストアニメみたいやって言ってた記憶があるわ。うん、1話の段階では、そんな感じだったんだ。何せ、1話でコミカライズ3巻分、原作のライトノベルで1巻分の、ストーリーを進めちゃってる。怒涛の展開やな。普通なら、最低でも、3話は書けるところを1話にしちゃっとるんやもんな。1話冒頭で、主人公は、誰に向けてなのかわからないけど、説明してくれるんだ。この世界は、生まれ持った紋章というものがあって、その紋章のせいで、魔法の得意不得意が決まって、才能にも限界があるんだ。生まれこそ全て、今のお時世、危ない感じやな。主人公は、生産に特化した紋章を持ってて、本来は、攻撃魔法に特化したものじゃないんだ。だから転生した。それだけの理由で、この辺りもカットされちゃってるんだよね。転生前の時点で、主人公は敵である魔族を壊滅状態にしてるんだ。十分に強いやん。サイヤ人みたいに永遠と強さを求めとるとか。いや、調べたら、実は、宇宙には、とんでもない魔族がいて、そんな魔族に勝つために、さらなる強さを求めて転生したっていう理由があるんだけど、アニメではカットされちゃってる。一番重要な部分やんけ。本来なら、きちんとした理由があるのに、まるで、ソシャゲのリセマラ感覚で転生するし、しかも、シーンが切り替わると、転生して12年も経っちゃってるんだ。すごい勢いや。これも原作では両親とのエピソードとかもあるみたいなんだけど、描かなくてもいいという判断なのかカット。両親の存在カットすごい。わずか10分くらいで怒涛の展開なんだよ。成長限界を感じた賢者が転生し、12歳まで成長し、王都に上京する道中で襲ってきた魔物を倒したかと思えば、たまたま入った武器屋で困っていた女の子のために、ものすごい魔剣を作るんだ。濃ゆいのか濃ゆくないのか。おそらくは、この作品のヒロインといえる3人を早く出すためなのはわかるんだ。なるほど。可愛い子を早く出して、視聴者を女子キャラで引きつけたかったんやな。そういう理由なのもわかるんだけど、1話は、全体的に、セリフも早口になっちゃってて、私は別に倍速再生してるわけじゃないのに、倍速再生で見てるような、そんな感覚になるんだ。ダイジェストを倍速再生で見てるみたいなもんなんやな。内容的にもものすごいテンプレなんだ。目新しさ、この作品だからこその要素みたいなのはほぼない。主人公の紋章は、本来は、攻撃に特化した紋章なんだけど、転生直後の時代では、なぜか、失格門と呼ばれて、蔑まれてるんだ。なるほど、そこがタイトルにつながるんやな。まあ、主人公を、祭り上げるための設定だよ。周囲の目は、失格門って、笑いみたいな反応なんだけど、そんな反応とは裏腹に、主人公はとんでもないことをするんだ。本来は生産に特化してないはずなのに、すごい魔剣をあっさり作ったり、学園の入学試験が始まったら生きりまくる。くさ、なろうやな。俺なんかやっちゃいましたかってゼリフこそ言わないけど、そんなゼリフが常に聞こえてくるようなチートなんだ。はいはい。ヒロインもちょろいんだ。この作品、ありがたいことにハーレム要素はないんだけど、メインヒロインが出会って5秒くらいで惚れてる。ちょろ。原作では、丁寧に描かれてる部分もあるのかもしれないけど、原作を読んでなくてもカットされてるのがわかるほどの怒涛の展開なんだ。入学試験を通過したら、才能の凄さで特別講師に任命され、無影響魔法をみんなに教えることになり、学園に入学して1ヶ月が経ち、いきなり、他校との試合が始まり、対戦相手が魔族だったことが発覚し、そんな魔族を倒す。くさ、全部1話でやっとるんか凄まじいですね。ただ、この1話の怒涛のテンポはともかく、作品全体としてのストーリー構成は正解だったかもしれないんだ。ほう。どこかで見たことのあるようなキャラ、どこかで見たことのあるような設定、どこかで見たことのあるような展開。既視感まみれ。うん、この作品を、普通のテンポで見せられてもきついんだよね。でも、ところがどっこい、まるでダイジェストのごとく、脚本におけるプロットの部分だけを見せるようなストーリー構成にすることで、あら不思議、見れなくはない作品に仕上がってる。なんやろ、
言い方はあれやけどジャンクフード的な魅力がないとも言えへん作品なんやな。この作品、モノローグが異様に多いんだ。主人公の心の声やな。うん、1話の冒頭の文章の説明もそうなんだけど、別に主人公が誰か他のキャラに説明するわけでもなく、世界観や設定、自分が今何をしているのかを1から100まで全部説明してくれる。そんなに説明するんか。その説明自体も全くもって面白くないんだ。そもそも説明の意味もわからないことがあるんだ。どういうこと？例えば主人公が人間に変装した魔族と1話で戦うんだけど、戦いながらこんなことを心の中で言うんだ。魔族の弱点は首。いや、なんやろ、大体の生物って首が弱点やない？おそらくは進撃の巨人を見て思いついた設定だとは思うんだけどさ、この説明の意味がまるでないんだよ。魔族の首を攻撃するんやないん？こちらをご覧ください。いや、背中切っとるだけやん。わざわざ魔族の弱点は首って説明したのに、肝心の首を攻撃しないんだよ。何のための説明やったんや。ちなみに魔族はしょっちゅう出てきて主人公にボコボコにされるんだけど、主人公さんは首を狙って攻撃しないんだよね。首が弱点って設定しんどるやん。背中切ったり頭から身体を両断したり魔法でボコボコにしたりはしてるんだけど、ピンポイントで首を狙うことはない。でも魔物は首を攻撃してるんだ。魔族には首を攻撃しないけど、魔物には首を攻撃する。何のための説明だったんだって思うんだよね。説明は多いのにその説明の意味が薄いんやな。モノローグが多い割にそのモノローグが効果的じゃないんだ。こういうモノローグの多さは最近の作品の特徴でもあって、代表的なのは鬼滅の刃だけどさ。ああ、はいはい、炭治郎が結構喋っとるな。炭治郎の3倍くらい喋ってるんだよ。おしゃべり転生やろうやな。例えば2話でダンジョンに潜って階層ボスに挑むんだけど、その時のセリフがこう。階層ボスはパーティ全滅の最大の要因、前世の一般の魔法使いよりも戦力が劣る今の俺がこの状況でどうするべきか、そんなことは決まっている、突撃だ、知識と経験と工夫で階層ボスを倒す。なんというか原作の小説の文章をそのまま持ってきちゃったんじゃないかって感じのモノローグだから、聞いててきついんだよね。確かにきついな。そもそもなんだけど、主人公が転生した時代は魔族の画策によって魔法の技術とか知識が主人公の転生前の時代より落ちちゃってるんだ。なるほど。まあ主人公を周囲のキャラに崇め祀らせるためだけの設定なんだけどさ。くさ。だからこそ主人公が何をやっているのかっていうのは主人公しかわからないんだよ。周囲のキャラが見ても、え、今何したんってなっちゃうんか。うん、だから主人公が1から100まで自分が何をやってるのかを説明するしかない。解説役のキャラおらへんのやな。主人公の知識とかがすごすぎて。そのせいもあるんだけどさ、ゲーム実況とかでも聞いてるような気分になるんだ。おお、なるほど。セガサターンあたりの懐かしのクソゲーみたいな、ゲームの RTA をやってるゲーム実況者の実況の言葉を聞いてるような、そんな感覚になるんだ。ダイジェスト感のあるストーリー構成のせいで実況は実況でも RTA の実況なんやな。うん、これは制作側があえてそうしてるのか、こうなってしまったのかは判断しかねるけど、あえてそうしてるからこそ見れる作品に仕上がってるとも言える。クソゲー実況みたいな動画を見て笑って、自分もそのゲームをプレイしたら動画の編集によって笑えることになっとることに気づくみたいな感じやな。 RTA 感があるのは主人公のセリフとか行動のせいもあるんだ。どういうこと？主人公の前世は生産に特化した紋章だったんだ。それゆえに前世はチート級の武器とか道具を作りまくってた。そして数千年後に転生をして都合よく残ってた自分が転生前に作った武器を使って武装する。くさ、なるほど。1周目は2周目での戦いを有利にするために武器制作に使いますみたいな感じなんやな。それ自体はいいんだけど、さすが前世の俺だって自画自賛する姿はきつい。苦笑いしか出えへんな。展開自体も似たような展開が多いんだよ。1話で対抗生戦やったのに5話でもまたやるし、2話でダンジョンで素材探せししてるかと思ったら5話でもまた素材探せししてる。引き出しが。1話から主人公は学園に通ってたんだけど、学園でのネタが尽きたと言わんばかりに中盤からは旅に出るんだ。旅に出てどうするん？魔族を退治する。やってることは変わらへんな。魔族もなんか人間と敵対する悪いやつっていうざっくりした感じの設定でしかないんだ。ふわふわやな。ボコボコにされる魔族を演ずる声優さんたちは無駄に豪華なんだ。岡本信彦、小西克幸、江口拓也、日野里志、小安武人。そんな豪華な声優さん演ずる魔族があっさりなんか。唯一苦戦するのは小安武人さん演ずるヤバい魔族、一応は苦戦するから終盤の盛り上がりになってるといえばなってるんだけど、全体的に面白みに欠ける作品なんだよね。なんか高テンポがええからなんとか見れるって感じやな。作画のクオリティも低いんだよね。戦闘シーンは基本的にエフェクト頼みだし、作画崩壊こそしないけど全体的な低予算感は否めない。なんだかな。
いい意味で、予想を一切裏切らない作品だし、ジャンプ的な楽しさがあるといえばあるんだけどね。ヒロインも可愛いといえば可愛いし。いい意味でも、悪い意味でもなろうって感じやな。ではまた次回。じゃん。